どうもシルクロードです。何でしたっけ、3月の28日ですね。シルクロードの日っていう今日日らしいですね。全く僕とは関係ないです。中国であのシルクロードってほんまもんのやつあるじゃないですか。そういう日で、で僕もシルクロードなんですよね。 あれは違えどシルクロードはシルクロードなんですよ。あのあるじゃないですか、クラスに同じ名字のやついたら、あちょっと気に食わねえなと若干思うけど、なんか接してみたらいいやつだったみたいな。まあ何が言いたいのか全然わかんないんだけど、なのでね、僕今日何でもしていいんです。この理論全く意味わかんないんですけど、こうなんか生のような感じでこう動画を撮りたいわけですよ。ちょっと待っててくださいね。いいのありましたね。セクシーボンバー、このびっくりセクシーボンバーっていうのは目指せパーティーの主役ってことでですね、まあ別にパーティーじゃないんですけど、まあ今日僕の日なんで僕が主役なんですよ。なのでもう目指すどころかもう主役なんですけど、やっぱ主役でも主役なりのカリスマ感というものが欲しいじゃないですか。ということでちょっとカリスマ感をこのねびっくりセクシーボンバーで、びっくりセクシーボンバーってすごい言いやすいな。はい、使い方1、貼り付ける、2、強く揉む、3、びっくりムクムクブンブンブン、パーティーで主役。もう意味がわからん。元気のない雪見大福みたいな感じですね。これでね、今日はねもうフィッシャーズシルクロード、今日シルクロードの日なんでもう何でも言っていいです。この動画が面白く仕上がるかどうかなんか俺一切考えてないですからね、もう今。え、マジかこれ。意味がわからない状態になった。あれシルクロードの日こんなんでいいのかな。なんかもうちょっとでっかいことやればよかったな。貼り付けましたんで次、強く揉みます。あマジで言ってるこれ。いやもうギャグだろこれ絶対。ふざけすぎじゃね、さすがに。どこまで行くんこれ。しまお、なんかよく映画で出てくるピッケル刺しながら進む雪山みたいになってもんな、ここ。うん、これ女の子でも結構ある方なんじゃないですかね、これって。絶賛自分の乳が膨らんでるところをずーっと動画撮られてるっていうわけのわからない状態になってるけど、パッケージ結構化け物だけどね。今これ何の状態、フリーザーで言うとどこ、ピッコロにチャ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 ってギューっていっぱいやる時ぐらい今、それともあのクリリン串刺しにした時ぐらい、どんぐらい今。どこまで行くのマジでこれ。なんだこれマジで。怪人発光ダイオードみたいな感じじゃないこれ。セクシーボンバーになったらね、お母さんびっくりするでしょこれ。お母さんに会いに行きましょうこれで。テレビなんか見てる場合じゃないよ。何よ、今日何の日だと思ってんの。今日何の日、この日何の日、日何の日、うるさ。今日何の日だ。知らない、おっぱいの日。そんなわけねえだろこれ。びっくりしね、ちょっと上行ってる間にいきなり俺胸張ってんだぜ。どう思う、ふざけてると思う。だから何なんだよ、今日何の日だっつってんの。おっぱいの日だ。おっぱいの日じゃねえっつの。めんどくせえな。めんどくせえ。息子のこの姿を見てめんどくせえってよく吐けるな。シルクロードの日だって。世界遺産のシルクロードだろ。俺もそうだよ、俺もそうだよ。俺が何でもしていい日なんだよ。足立海の日って書かれたら足立海の日でしょそれ。でもシルクロードの日なんだから、シルクロードの日でしょ今日。だからもうあんたのバカさ加減には慣れてるから、何されたって驚きませんよ。何を入れてんだよそれ。息子が上行って降りてきたら巨乳になってんだよ。上行って降りてきたら息子の胸が発達してんだぜ。驚くでしょ。お前の行動には散々ね、びっくりさせられてるから慣れてる。から早くテレビつけろ、お前には興味ねえよ。から早くテレビつけろ、お前には興味ねえよ。はぁ、あ、シルクロードの日に俺に興味がねえだと。つまらない。テレビとこれだったら圧倒的にこっちの方が面白いだろ。息子1年に1度だぜこうなってる。青汁飲むな。痛えな、痛えな。寝て起きたらちょっとデカくなってるぐらいあるかもしれない。ないない。あるんです世の中は。ないないない。そういうマジカルな家庭に生まれたってことでいいじゃないか。自然にそうなったとは思いません。なんだ、事件だよ今。事件ここだろうが。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK です。